お疲れ様です。大吾さんがお仕事調子がいい時はどのような立ち振る舞いしていますか。僕も今個人でビジネスをしているんですが、悲観的な性格なんか調子がいい時は逆に怖く、調子に乗ったら終わると思ってます、なぜなら調子がいい時はずっと続かないし、来月もしかしたら調子が悪くなるかもしれないと思っているからです。よろしくお願いしますってことなんですが、あ、僕も同じですよ。あの、調子がいい時こそ新しいことを考えるようにしてますね。なんかこう、うまくいかなくなったらどうしようかなとか、これ失敗したらどうなるかなみたいなことを考えるようにしてます。ただね、これポイントがあって、人間って悲観的に考える人がうまくいくんですけど、これは悲観的な考えをスパイスのように使った場合のみです。だからネガティブなことを考えてそれへの対策を考えたりするのはこれは完璧なんですけど、ネガティブなことを考えたらその後それよりも大きいポジティブなことを考えてください。だからポジティブに対してネガティブをひとつまみこうね、あの、なんていうの、その、調味料みたいに入れてあげるっていう計画の立て方をすると人間って達成率が上がったりとかするので、そういう使い方をしたらいいんじゃないかなと思います。程よいネガティブは目標達成率を上げてくれるんで。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。